ペンギン、鳥の仲間ですので、とても鋭いクチバシは、すごい痛いですので、絶対に触らないようにお願いします。こちらのパレードが終わりますと、後ほどペンギンさんと一緒にお写真を撮ったり、プレイの時間もありますので、触ってみたいよというお客様は、ぜひこちらに参加してください。はい、では結構まとまりがありますね。見てください。今日は引き続きまとまりがあるようです。では今からこちら手前の階段を降りていきますが、こちらもペンギンさん専用の階段になりますので、皆様は前を降りるのを待っていただくか、奥の階段を使って、椅子に座ってお観覧をお願いします。頭の方から、一気に丸のみにして食べていきます。反対から飲み込んでしまいますと、尻尾や骨が喉で引っかかってしまいます。